カオルさんはまた遅刻っすかね。じゃあそんな感じで行きまーす。来ないです。喋ろうか。さっきまでリタいたんすけど、カオスさん何してるの。今日は都知事選があったみたいで、昨日俺は新宿駅で小泉さんを見たんですよ。細川元首相が演説をしてて、その応援で小泉さんが来てるって見てました、ちょこっとだけ雪の中。やっぱ小泉さんはかっこいいですね。小泉さんみたいな人が好きですよ。皆さんは都知事選は行ったんですか。こう見えて結構政治とか興味あるんで、ちゃんと選挙行ってきましたよ。結構今まで言ってますよ。俺はやっぱ別に細川さんにそんなにって感じだけど、小泉さんがバックにいるってことで細川さんに言えました。あ、ドクター中松も面白いですよね。面白い議員がなんか何気にいます。カオルさんにもいずれちょっと出てもらいたいことです。都知事選。あとは、最近アブリル・ラビンのライブに行ってきて、やっぱね、最高っすね、アブリル・ラ。今までサマーソニックで一回見たことがあって、それ以来、ロックプリンセスみたいな。ロックプリンセスは、ロックプリンセス何が、アブリル・ラビーン、アブリル・ラビーン、ロックプリンセス何、アブリル・ラビーン、ロックプリンセス、ショモラル・ラビーン、アブリル・ラビーン、アブリル・ラビーン、ショバレル・ラビーンだろ。アブリル・ラビーン超かわいい。シャブリル・フェランだろ。シャブリル、シャブリルですか。シャブリルフェランだろお前話してる。それも可愛らしくていや、それはしゃぶられたら可愛く感じるわ。お前がやってんのもシャブリルフェランだ。シャブリルフェランも可愛いと思います。そりゃそうだ、シャブリルフェラン。誰またこの後に及んで酔ってるとか言ってる。言ったらね、酔ってるって言う人が自分のコメントに酔ってるっていうところもありますから。今日は特別ゲスト。マジっすか。そうなの。でしょ、酔ってよ。あ、どうぞ噂の、なんでチャック閉めながら来るの。チャックなんで、すいません、トイレ行ってた。なんで今までチャック開いてたの。今すいません、トイレ出てたんですよ。あ、どうもこんばんは、はじめまして。いや言うでしょ、自己紹介。あ、どうも、ピン芸人のドンマイ伊藤と申します。よろしくお願いします。ドンマイ、ドンマイ、俗に言うね、はい、滑り芸人。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。僕は滑ってはいないですよ、本当に。いやいや、すごい、ただ全力を出すだけですよ。
よくその、ね、曲がり口が言ったもん。いや曲がり口とか言っちゃダメですよ。曲がり口がよく言えたもんだわ。よく穴子さんに似てるってことですね。ちょっと2人いるんでネタちょこっとだけ、じゃあどんな感じかやってみてもらえますか。ああでもそうですね、滑り芸人どんな感じなのか、いろいろやってはくるもんね。でもすごい尊敬できる、はい、ちょっとあのドンマイとの怖い話をしたいと思います。ああなるほど、はい、昔々あるお城の召使いが王様の大事な皿を割ってしまい、怒った王様はその召使いを殺して井戸に投げ込んだんです。そしてその日から毎晩毎晩声が聞こえるようになったんですよ。一枚二枚ドンマイどうもドンマイと申します。よろしくお願いいたします。もうここと同時にパッ、やっぱちょっとうるさいちょっと今日明るすぎたんですよ。本当は真っ暗なとこから始めるんですよ。真っ暗なとこ始めてドンマイでパッと明るいから、でも喋りながら映してるカメラ探しながらに喋るのやめてくださいこちらでよろしいですか。キョロ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 が気になってしまわない、こっちもキョロキョロキョロ。稲川ドンマイって言われてますね。稲川ドンマイってよく言われますね。いろんな意味で怖いっていうふうに言われてますよ。まあそうですね、俗に言う俗、まあそうですね、ドン・マイケルではないです。いや、そう、それはあの一度あのちゃんと自己紹介しないと。どうも、私ピン芸人のドン・マイ伊藤と申します。じゃあドン・マイさんなんですか、伊藤さん、どっちでもいいですか。いや、どっちでもいいまあ、どちらかというとドン・マイの方が8人ぐらいでドン・マイなんで、よし、もしよかったらドン・マイって呼んでください。まあ、数少ない貴重なあの滑り芸人。いや、数少ないくないですし、滑りじゃないですよ、僕は。まあ、よくそんな滑ってないって言えます。実際滑ってなかったですよね。今は全然滑ってないです。いや、だって何回も見たことある。いや、ないですよ、初めて。ない、初めて。じゃあ、もう記憶にも残ってない。いやいやいや、そんなことない。絶対一緒に出てるんだ一緒に出てますよ、ね、一緒に出てるの来てんだから見てないって言うんですよ。見てなかったですか。いやいやいや、ところがじゃあもう記憶にもない。換算以外、なんか他のこと考えてました、ね。じゃあ、あの1枚、2枚、ドンマイの方じゃなくて、白米、新米、ドンマイの時の方のネタ見たんですか。じゃあそれをやってみてください。大丈夫ですか。それもそれまだそこまで自分で言っちゃってのネタ大丈夫なんですか。はい、じゃあちょっとやってみて、はい、見てください。いやー、どうもこんばんは、はじめまして、どうも伊藤と申します。皆さんやっぱりね、朝食夕食、あ、間違えた、朝食昼飯夕食ね、大事ですよね。やっぱ3食ちゃんと食べないといけないですね。僕もね、どんまいね、よくご飯食べるんですよ。でも皆さん、パン派ですかご飯派ですか。僕はご飯派です。やっぱね、美味しいですね、あの白いお米。白いお米でね、ご飯何杯でも食べますよね。そう、白いお米は白米、新米、ドン米いや、だから途中で大体分かってきちゃった。端っこ途中で分かった。カメラの位置大体分かるでしょ。もっとこっちに来ないとダメですよ。あ、なるほどだいぶ端っこで、はい、ここら辺でドンマイってなってたから。生放送の初めてです。すみません、ちょっと髪の毛もちょっと乱れちゃって。生放送関係ないでしょ。髪がちょっと乱れちゃって。ドンマイのこの左手隠れてたし。ドンマイ。ちょっと今微調整していいですか。ここですね。いや、ここってまたその時カメラ変わるけどもね。いや、僕正直まだ飲み込めてないんですけど、いろんなことが本当に。いや、飲み込む必要ほどない。でも、ね、今のはだいたい途中で予想ついちゃいましたもん。米が使った時点で、まいってくるなって分かっちゃいました。あ、だから予想外な。そう、予想外で来てほしいですよね。予想通りだとは、やっぱね、インパクトに言わないとダメ。予想外なことやる。回答で分かっちゃった。いやいや、俺はね、分かる方だな。いや、回答さんは分かる方。お笑いずっと見てきてるはずなんで、ね、え、ちなみにエンタの神様ずっと見てました。どんな芸人さんが好きだったんですか。これは、いや、もう桜塚ヤックとか大好きでした。それずるくない。え、なんでデスヨさん大好きです。デスヨさん、あ、桜塚ヤックなされたら誰も何も言えない、ね。まあ、デスヨさん大好き、個人を出すのやめて。デスヨさん大好き。あ、デスヨさん、ね、アンジャッシュ。あ、たくさんいますね。たくさんいますね、はい。そうですよね。だからじゃあドンマイ伊藤が100だとしたら、そのアンジャッシュさんはどれぐらい。自分が100って。いや、100ってその割合ですよ、あくまで。俺は100点とは言ってないです。俺は100としたら、いや、せめて5でしょ。じゃあ5でいきましょう。5で5だとしたらアンジャッシュさんはどれぐらいの。アンジャッシュはだって自分より下はないわけだから。まあ95です。95ですか。おお、
だからこれ、まあ、そう、ほら、分かりやすい。頑張れば、ね、0から100で。まあ、抜けなくはないですよ、ね。でも俺、ドンマイさん奥だと思ってないですよ。あ、どのぐらい、どのぐらいだと思ってますか。 0.5 0.5 嘘嘘かい。いやいや、75くらいっすよ。75くらい。75くらい。嘘でしょ。全然別にね、面白好きっすもん。好きですもん。いや、だって、見たことないって言ったら。いやいや、見たことないっすけど。見たことあるはずなの。今の見てみて、なんとなくそういう好きな感じ。はい。じゃあもう、お前も…俺甘い方だね。甘いっつうかね、別にそんな厳しいの嫌いやもん。弱ったりできる感じになってきたな。いやいやいや、俺厳しい人嫌いなんですよ。厳しいのはね、ムカつくもん、マジで。厳しいのはムカつくってちょっと。いや、お前ね、自分に対して厳しければいいからって言って、吹っ飛ばすよ、マジで。それは…自分に対して厳しければいいと思うね、世の中の。バカと思われる。そうです。厳しい人間、自分に対して厳しくやる、僕。いや、まあ、それはまた…己に対して厳しければいい。人に対して厳しいやつ、マジムカつくの。あー、わかります、それは。行動で、姿で見せろ、コラって感じ。人にだけ厳しく言って自分に甘い野郎が多いからよ、マジ。それはまたパンクだから、俺は、マジ。パンクパンクスピリットで生きてるから。それはまた別のコーナーでやる。あ、そのうっぷんはね、そうですね、別のコーナーでね。あ、別のコーナーとかあるんですか。いやいや、そうですね、うっぷんコーナーが終わりぐらいにある。終わりぐらいにある。そこでね、パンク最強、パンク最強。今日最強ね、靴下も履いてきた。あ、いいですね。最強、本当に最強って書いてんじゃないですか、ちょっとこれ。ちょっと親指のとこ見てもいいですか。親指ちょっとね、穴開いてるから。いや、なんでさ、これなんですか、この字はなんていうか。力。あ、最強の力ってことですね。最強力、最強力。あ、最強力、最強力。そう、そうとも読む。いや、まあまあ、要はね、怒りもそれありますから。うん、後半。いや、怒りありますでしょ。いや、ありますよ、世の中で。いろんな怒り。それはね、ちょっと後半、後半あるんですね、そういうところ。はい、今はちょっと、なだらかに。なだらかに。どういうコーナー？だから、まあ、ちょっと、一発ギャグをやってもらって、はい、それをちょっと改良していこうかな。ああ、そういうコーナーですね。はい。はい、だとりあえず、スタンダードの、伊藤さんも、ドテッパンのやつをやってもらって、のそれをちょっとみんなで、はい、あのどこを改善したいのか。改善していこうっていうことですね。じゃあ割とじゃあ完成形のやつじゃなくて、割なんかもっと、いやいやいや、完成形のドテッパン持ってきてくれ。何を逃げようとしてるの。いや、改良というかじゃあちょっとその、いやドテッパン持ってきて、あえて隙を見せようかなと思ったんですけど。完全版ドテッパン行きましょう。わかりました。うん、いやいや注文した方がいいですね。じゃあ行きましょう。じゃあ僕の得意なやつでいいですね。はい、じゃあ行きます。じゃあ野球に、野球のピッチャーの投球モーションになぞらえた一発ギャグです。そこまで言っちゃっていいんですか。はい、それ言うからダメだっていうのもちょっと大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。じゃあいきましょう。ピッチャー振りかぶって第一球投げたー。見えてない、見えてない。いや、だから見えてないんです。じゃあ続きまして、だから見えてない、見えてない、この枠を。じゃあまずそこですね。まず枠の中に入れよう。枠、まず枠に入れよう。まあ、いや、そうですよ。いや、当たり前でしょ、基本問題でしょ。いや、もうちょっとこう、カメラワイドかなと思ったら。あ、じゃあもうこの状態で。この状態で。この状態で。いやいや、いいっすよ。面白い。75から、ね、85に上がりました。いや、逆にレベル高いですよ。言ったら。レベル高い。面白い。それは1回限りしか使えないレベルの。そういうね、感じ好きっすよ。じゃあもう1個、じゃあ。じゃあこちら、こちらこそドテッパンでいきましょう。じゃあ、 あのとある CM ソングに合わせて体の一部分を守りたいと思います。ああ、いや、今のはもうやんないんですか。見えなかったんです。あ、じゃあもう一回やっちゃいますか。見えなかったんで、はい、じゃあピッチャー振りかぶって第1球なめたいや、ちょっとあのカメラを買って、それあれね、ちょっとね、ペロあのそのペロペロネタあれなんだっけ、あの人悪魔のね、ゴーケンさんと一緒。あ、ゴーケンさんですか。カメラをちょっと意識したっていうのがちょっとあるね。じゃあカメラ意識じゃん。じゃあ第2球いきましょう。ああ、第2球もあるんです、はい。ピッチャー振りかぶって第2球混ぜたー。ぐちゃ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 からのハンバーグ。おお。なるほど。ハンバーグ以外もあるんですか。ハンバーグぐちゃぐちゃぐちゃからの。
ピッチャー第3球、まあ、今2ストライク取ってるので、お決め球、うん、ああそうですよね、はい、最後決めなきゃいけない。さあピッチャー振りかぶって第3球はソフトボール。あえて何言ったら、確かにそれは面白いんじゃないですか。ソフトボール懐かしい、それは、あ、それ、それありきだったら前の2つも全然ありですね。俺、まあね、それもありなんですけど、ぐちゃぐちゃぐちゃからのハンバーグ以外のなんかネタ、ぐちゃぐちゃぐちゃやって、ハンバーグ以外のネタありますか。ぐちゃぐちゃぐちゃからハンバーグ以外のネタ、そう、まあね、ぐちゃぐちゃから、もう焼いてないですからね、そんなのと手ごねしただけの状態ですから、ぐちゃ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 、なんかぐちゃ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 、なんかね、ぐちゃぐちゃにぐちゃ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 にされたもの、ぐちゃ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 、ゼラチン状とかそういうのですか。ゼラチン、ゼラチン違うな。まあいいや、まあまあ思いつかないからまあいいか。思いつかない。思いつきません。まあまあまあ、だいたいわかりました。ああ。ぐちゃぐちゃ。ぐちゃ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 。ぐちゃぐちゃするものったら何ですかね。ぐちゃ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 。まあ、泥団子、ブログ炎上とか、泥団子懐かしいですね。あれね、干からべすると超硬くなるんですよ、うん、それを投げ合ってカチンカチンになる、昔投げ合ってた。いや今俺ブログ炎上って言ったし、ブログ炎上ぐちゃぐちゃしますですよ。よく炎上したことあるんですか。あ、よく炎上しますね僕は。よく、嘘、いや嘘じゃないですね。見た観覧数3人とか炎上のしようがないですよ。違うんですよ、3人が炎上したところで、それはもう火花だから密度の高い炎上だった。カオスさんレベルだと、やっぱ観覧者数どのくらいなんですか。ちなみにまずアメブロでリアルです、1500人。ほう、平均的に。でもそれはいい時はじゃあ少ない方、そのアメブロのレベルで言ったら、あ、アメブロ全然そんなど素人のラインだから、1500人って、それはもう、いやもう上の人なんて、もう万、まあそれぐらいは言ってるらしいですからね。まあ素人さんでも全然万だから、基本なんか女のが得っすよね。なんかフェイスブックにしてもそういうアメブロにしたら、まあ、ちょっと得、でもいやちょっと露出すればなんかすぐ上がってくる。これ写真載せるだけでもうガンガン上がりますからね。いやだからもうそのね、怒りをぶつけるコーナーはまた後半だから。あ、後半あるんですね。いや別に怒ってないですよ、それは、ね、怒っちゃいないんですか。まあいいんだけどね。まあでも、うん、まあそれは露出すれば上がるだろうけど、あとなんかちょっと私の今日はなんかテンション上がっちゃったんでみたいな感じで、なんかネタをもっと見たいって、お、うん、いいじゃないですか。やっぱね面白いんですよ、うん、そうですね、需要がこんだけあるっていう、これを機にねブログ1000人以上いくかもしれないです。あ、いくかもしれないネタ。まあ、でも短めの方がいいんですよね、やっぱり。いや、長くてもいいです。いや、もう長くてもいいんですよ。長くても一発ギャグ大会。一発ギャグ大会、うん、ネタか、じゃあ。まあでも、こういう時できるのって、でも衣装がないんで。いやいや、衣装関係ないわ。普段やってコントはできないですよね、まず。あ、普段コンビやってるんですか。いや、コントコントです、ね、どうでもコントはできないです。なんか一発ギャグが、一発ギャグを、まあ一発ギャグがじゃあ一番いいですね。じゃあまたちょっと、うん、はい、ドンマイとの一発ギャグ、一発ギャグ、あ、一発ギャグはショートコントにしましょうよ。ああ、の何でも、はい、ショートコント、ニトリ、あれ、あ、3、2、1、あれ、このタンス結構いいですね。あ、そうでしょう、お客様、これ本当にいいタンスなんですよ。え、これちなみにお値段いくら。これね、ですね、500億円です。ちょっとおかしいでしょこれ、お値段おかしいよ。え、お値段異常、ニトリでございます。そっちのって。え、なんか今の滑ったかもしれないですね。いやいや、滑ってはない。滑ってはない、滑ってはないです。いや、なんか未完成じゃないですか。未完成、いや未完成なんですよ。これがもう最高のてっぺん、ピークですよ。いや、なんか決め言葉あんま決めてなかったんですよね。なんか着地地点あんま決めてなかった。まあ、そういうなんか曖昧さっていうのは大事だと思うんですよ、ネタにおいて。うん、
何が起きるか分からない。そっちのってって、うん、そっちのって、いやでも、うん、今の言い回しによってはだいぶ面白いかもしれないですけど、うん、よく言われますね、お前じゃなかったかって、うんうん、お値段以上の異常は異常の異常じゃないですか。おかしい方だ。それからあんま伝わらないし、うん、そうだから着目点はすごい悪くないですね。だからザブトン手に持ってって、ふわふわとしてますね、うん、ちょろ知ってますか、や山田君あのザブトン1枚持ってくだけで20万もらえました。え？で、食いつかない20万もらえる、くだらない話です。本当かどうかわかんないですけど、噂一問に入りたいですね、そしたら俺も入りたい、山田一問。いやもうなんかいろいろ、もう次のネタを見たい、ネタをね、とりあえず皆さん求めてますから、出してった方がいいんじゃないですかね。じゃあ行きますかね、まあ、じゃあちょっと改造2分ぐらいの、ね、ネタをやりたいと思います、それでしたら。ああ、2分ぐらい、はい、じゃあ、ドンマイトーがお送りするドンマイトーのリアルエピソード合コン編。ドンマイね、こう見えてね、よくね合コンに行くんですよ。この間もね、ある合コンでちょっといいなっていう女の子がいましてね、その子とちょっと話して盛り上がりまして、勇気を振り絞って、もしよかったらこの後二人でどっか行かないって言ったら、その女の子をなんて言ったと思います？ごめん、終電あるから帰るね。8時半に言われたんですよ。まあきっとその子は栃木にでも住んでるんだと思いますけどね。でもドンマイ、待って、これただあの体にマイケルだ、実話じゃないですかこれ多分。では、いや空気を読んでアンコールエピソード、完全にマイケル実家編。ドンマイこう見えてね、親がいるんですよ。この間ね、あの実家に帰ったらね、家がなくなってました。いや、なくなって本当に文字通り、あの実家の家があった場所があの更地になってて、あのてん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 って僕ね頭の中であの家の輪郭を思い浮かべたんですよ。やっぱりないんですよ。おかしいなと思って、あの家に実家にあの親に電話して、あ、もしもし、なんで家がなくなってるよって、あ、ごめん、ちょっと今建て替えてるから壊したのって、おい、ちょっと聞いてねえよって言ったら、親がだってその方が面白いでしょ。いや、面白すぎんだろ。まあこんな親の DNA を僕はあまり受け継がなかったみたいですね。でもドンマイケル、いやだからパクリでしょそれ。パクリじゃないです。え、僕はドンマイです。ドンマイですとかやったことある。いや、あの喋り出しから結構あのもうパクリになってる。パクリじゃないです。僕のが先でした。いや、だって、あ、それはパクリじゃないですね。あっちがパクったんですか。そうそう。一応ちゃんとご本人様ともちょっとあの絡んだこともあるんで。いや、絡んだから使っていいとはない。あとでちょっと、いや、特にあの人結構怒る人だから、あの呼び出しされたことあるんで、ちょっと呼び出しされたことあるんで、そこはちょっと器ちっちゃいから普通に怒られるところ、普通に怖かった。その話はちょっとやめましょうえ、なんて言われたの。なんか、もうちょっと自分で考えなさいっていうのって言われましたね。ざっくり言うと。あ、それだけですか。まあ、いや、もっと長いですけど、長いですけど、え、どうしたのそれ、勉強してるみたいなこと、僕のこと知ってるよねみたいな感じ。いや、だいぶそれ怒られてるじゃないですか。ちょっと怖いっすね。あ、やべ、こっちが、あ、すいません。いや、でも言ったらそれ、はい、向こうも助かるレベルですからね、もし、まあ、パクってるってなったら。そうですね、やっぱパクられてる方も美味しいのはちょっとありますから。そうそう、それを機にまたね、復活する人もいるから、いますからね、実際。でそこ本気で怒る小ささっていうのはちょっとある。あ、小さいと思ってるんですか。まあ、実際ち、いやいや、違いますよね。まあ、実際小さい大きいで俺言いたくはないんですけど、狭いなとは思います。一緒だろ。小さい大きいではちょっとあれじゃないですか。広いか狭いかで言ったら狭いと思ってる。狭いんじゃないかなちょっとって思ってるって思ってるっていう感じですか。なるほど。そのドンマイケル伊藤さんはね、いや、ドンマイケルさんじゃなくて、うん、ドンマイケルさんは何やってんですか。はい、いや、ドンマイケルさんじゃないの。だからマイケルさん、マイケルさん、ドンマイケルだといろんなごっちゃごちゃになっちゃうの。マイケルさん、うん、まあ、頑張ってんですかね。いや、ただ、ドンマイ伊藤さんは、はい、広いか狭いかで言ったらマイケルさんはちょっと狭い方だと、うん、おっしゃってる、ね、っていうことですね。
結構このね、3000人ぐらいの観覧者の前で言っちゃったんすね、完全に炎上しますよね、これがちょっと狭いと。いやでも大体、いや、ここのかどうかは分かんないですよ。いや、狭いか広いかって言ったら、心のことしかないよ。まあ、器とかもあるじゃないですか。女の子だったらまだしも、男で広いか狭いかだから、心しかないじゃないですか。器もあるじゃないですか、器。いや、だから器ですよ。器の狭さを言ってる。いや、器の狭さ、そうですね。いや、ね、器が狭い。いや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 、許容範囲とかいろいろあるじゃないですか、言いようはまだ。ねえ、そういうこと。まあ、ちょっと僕はそうは感じなかった。いや、ちょっと待ってくださいよ。いや、それはないじゃないですか、ちょっと待ってください。いや、僕そんな話してない。あ、話してないんで、なるほどなんですか。だからまあ、そこは別に何も感じなかったですけども、まあ伊藤さんはちょっと、まあ、狭いと感じた。うん、そうですね。まあでも今は分かんないですよね、マイケルさんも。いろいろやっぱり、いや、人はそう変わんないですから。あれ、大体伊藤さんがじゃあ狭いと感じたってことは、もう今も狭い、またっていうのが世の常ですから。ゆっくりお話ししたいですね、今度また。ああ、いやいやいや、こう、今でいい、今でいいんですか。どういうことを言われたのかっていうことを今吐き出さないと。まあ、やったと今ちょっとちょっとって言われまして、うん、え、自ら向こうが呼んできたってこと。まあそこまで、でもこれ行った方がいいなみたいな、こっち見てたな。あ、見てた、見てたみたいな。見られてた、見られてました、完全に。でちょっと行きまして、すいません、あ、どうも伊藤です、つって、あの、ちょっと相手さんぽい感じですいませんにしたみたいなこと言ったんですよ。したら、もうちょっと勉強、いろいろ自分で勉強してとか、ちゃんとが、まあ、頑張りなよって、最後は頑張りなよって言ってましたけどね。男ばかり教えてください。あんまりしゃべってくれない。ただただただこっちをじっとにら、まあ、にらんで、にらんではいないですよ。あの、しっかりあのじっとこっちを見てたんで。にらんでるよ。いや、にらんでないですよ。にらんじゃいない、にらんではいないですよ。うん、まあ、はい。いや、何を言って来られたの。僕のやつちょっと似てる、そっくりだねみたいなことを言われて、まあ、そうですね、ちょっと、まあ、あ、向こうから言ってきた、ま、自分がちょっと似ててすみませんよって、ね、それもう、あの、人間ってやっぱ怖い目に遭うと記憶が曖昧になったりするじゃないですか。いや、なんで逆転するじゃないですか、やっぱその辺。いや、向こうが、いや、僕のネタ似てるね、まあ、まあ、ちょっと、まあ、あの、そういうとこあるかもしれませんみたいな。まあ、でもちょ、すいません、本当に似てしまってすいませんでした。いや、自分も結構ハート強いですね。そういうとこあるかもしれませんどころじゃないですよ、言ったら、はたから見たら、うん、そういうとこしか見えなかった、うん、まあ、それで結局、まあ、終わってみた最後はもう、じゃあ、まあ、まあ、いいよ、まあ、頑張りなよみたいな感じで最後は。いや、もっと詳しく、何を、その前は何を。その前はあんまりしゃべらない、もう じっと見てて、じっと見てて、どう思うみたいなことを言われたんですよ。ああ、一回尋問されたの。でも似てるよね、やっぱそういうのってどうなのみたいな感じで。ああ、意地悪いく感じるな、それは。まあ、一回質問タイムを設けたわけですね、先輩が。まあ、ちょっと確かに似てるけど、どうそういうのってどう思うって、これ一番の地獄ですね。そうですね、つって。あ、ちょっと確かに。それもうやめろって言ってるようなもんですか。まあ、似てるのは良くないかもしれないです。やってな、言うしかないじゃないですか。言わせたことによって、こいつが言ったからやめるっていう、その持ってきパターンとしては、最悪なことですよ。やめてっていうわけでもなく。うん、解いて、その人にもそう言わざるを得なくして、その人が、あ、悪いことですよねって言ったら、でしょでしょってなるっていう、この人が辞めるって言ったからっていうことに持ってきパターンじゃないですか。まあ、そうですけど、今のランディさんの今の子でもまさにそのパターンじゃないですか。どん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 、そうです、それをやられたと。やられ、まあ、そうです、やられたんですよ。まあ、で、クソ狭いなって思ったわけ。いや、クソ狭いなって思ったやつ。クソ狭おって思ったわけ。いや、クソ狭おじゃないですよ、どんなあだ名なんですか。若干です、若干。狭いけるって思った。狭いけるじゃないです、狭いけるではないです。
減って思ったっどんまいけどです、どんまいけどです。本当ですか、大丈夫、で、そっから、はい、俺もいろいろオリジナリティ出さなきゃいけないなと思ってどんまいですはやめたんですよ、さすがに。どんまいだったらいろいろオリジナリティあるじゃないですか、この指の感じとか。指のか指の感じ別にね、いろいろ違いますよ。ドンマイは実際僕が作ったネタですから、お、あとは全然パクリじゃないです。パクリじゃないです。で最後どう終わったの？最後はなんつうの、本当に終わり曖昧な感じで、結構決着をつかないまま、なんかこうライブの後でこうわちゃわちゃしてたんで、じゃあもう行きますわ、ケツがあるんでみたいな感じで、あすいませんみたいな、みたいな感じで、本当すいませんでしたみたいな感じで、あーいみたいな。実際本当にそこはリアルに決着が曖昧だったんですよ。だから次お会いした時には本当にしっかりお話ししたいですけど、ね、必要ないですよ、だって狭いけって思って。いや狭くはないですよ、浅いのかもしれないです、もしかして一緒だ、狭いではなくて浅いかもしれないです。狭いけると思ってんだったら別に何も言う必要ないじゃないですか。でも向こうが覚えてたらちょっとやっぱりやっぱけじめはつけないといけないじゃないですか。いやでもそれ以上に売れればいいんじゃない。ああ。もう乗っ取ったもん勝ちですからね。まあそう。じゃあそう。まあ電波に乗せたもんが勝ちっちゃ勝ちですからね。それはもう別に何の世界でも一緒です。そうそう。うん、笑いがなくて、どの世界でもそうです。絶対そうだ。それをいね後から下の方からそれ僕が考えたやつですよって言ったって、そんなもんはね届かないですから。まあそうですね、このご時世。だから先に乗っければいいだけの話。ちょっと自信が出てきました。そういやいやいいんじゃないですか。自分が先に乗っければいいんじゃないですか。そうだ、僕が先に乗っけますんで。うん、ってよかった。そしたらもうねネットもその、うん、テレビ上で自分があいつがパクったって言っちゃえばもうそうなっちゃいますから。うん、狭いけるって言っていやそこまで言っちゃいますか、言ったらもうそうなっちゃいますから。まあなっちゃいますよね、もうそういう世界ですから。それはもうどの世界もそうだからね。そういうことですね。あ、あ、ほら CM ちゃん、あ、CM ですか、なんかちょっと CM っぽい感じで、うん、それでは、はい、それでは CM です。皆さんまた15秒後にお会いしましょう。おや、いやな、このテロリッタ、オスカープロモーションっていうのなんかすごいちっちゃい、いや有名じゃないですか、オスカー、オスカーなんて、まあいろんな人いますよ、ね、キャバクラもやってますよね。キャバクラはちょっと多分や有名っすよ、オスカーグループ、オスカーグループ、え、そうなんですか、はい、僕はいやキャバはまたそれ別物だと思いますけどね。まあいろいろいますよね、やっぱ有名な方はやっぱり、まあ、あやさんとか、あやさん、何あやさん、いや、上戸レッドアイ、あ、有名じゃないですか。いやいやいや、リョウコとか上戸彩、彩さんってさ、それカッコつけてんね。いや、カッコつけてんの、いや、彩さんって言わないでしょ、うん、まあ、上戸さんって言います。 そこら辺のキャバ嬢の世界でしょ。いや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 、彩さんっていう、彩ってたくさんいますね。まあ、いますか、上戸彩ぐらい
1位のあんな雲の上の人をあやさんって言わないでしょ。あ、上戸さんって呼んでますけどね、僕は。それも狭いけどになりますよ。ちょっと待ってくださいよ。いやいや、そんな、そこで見栄を張ろうとするって、うん、同じ事務所だからって、ちょっと、だって言ったら接点ないわけじゃない。全くないです、ね。いや、何をあやさんって。ちょっと狭いけどじゃない。いや、狭く、聖マイケルじゃないですよ。いや、聖マイケルですよ。完全に。接点ありますよ、本当に。いや、接点作りますよ、これからだから、頑張って。いやいや、作るのはいいけども。ねえ、全く接点ないのに何あやさん、同じ事務所であやさんと接点あんのかなってちょっと思わせたい感がちょっと出てたじゃないですか今。どうやってその狭っプロダクションに入ったんですか、うん、狭いけどじゃない。いや、あのなんかネタ見せにちょうどその運がちょっと運が良かったんですよ。あのバラエティ部がオスカーのその女優部門の他にその芸人さんがいるバラエティ部ができまして、そこが今ガンガン募集をかけてた時期だったんです。ちょうどその時にあのタイミングよかった、タイミングよくあの僕は誰でも入れるってわけじゃないです。誰でも入れるってわけじゃないです。やっぱりネタ見せがあって、その構成作家の人に合格をもらえると、ね、さっきのネタを見せた以上見てる方は誰でも入れんだなって思って。いやちょっと、いやその時にはあのまた話がちょっとあれなんですよ。いい、僕昔コンビを組んでたんですよ。だ入った時にはコンビとして入ったんですよ。その時は相方のね引きでで解散してもそのまま一緒に入れるっていうね。相方は今何やってるんですか、まあね、まあ、いや相方も今ピン芸人で頑張ってます、ね、お互いに。え、誰ですか。いや、わかりますかね。本庄っていう。汚い。言う唇が汚い。唇関係ないし、言い方の方がいい。いや、唇は関係ないでしょ。すよね、え、本庄さん。全然唇汚いですね。いや、唇の汚さは関係ないでしょ。じゃあ、しゃべりが下手くそとか言われるのはいい、いや、良くないですけど、まだ納得できますよ。なんすか、その唇。いや、なんすか、この唇って。ただ、ただ、ただ、あの人よりちょっと厚いだけですよ。見てください、この。汚い。アナゴもどきじゃない。もどきじゃなくて、アナゴなんです。いやいや、アナゴなんですもおかしい。まあでも口紅だけ。穴子なんですじゃない。初めて会った人。なんかね、汚い。ちょっとアップで。ここですか。あそこのカメラちょっと近づいてって、うん、唇のいや普通にしててください、うん。それなんかおちゃらけた感じになるんで。この普通の普通にしてください。いや、これは普通なんですよ、マジで。え、いや、ちょっと見え張ってるでしょ。いや、見え張ってないです。これは普通です。見え張った唇してるじゃん。これ、これじゃないですか。え、ちょっと、じゃあそれでレロレロって。ダメだ。いや、だ目しか見えてない。ほら、汚ねってなってますよ。え、汚ね、嘘でしょ。俺、唇だけには自信あったんですよ。汚ねってなってますから。ほら、コメントで、ほら、汚いって。あ、汚い。おかしいですね。唇、汚いと思う。あー。唇は汚い。唇は汚いし、狭いけどらしい。狭いけどは僕じゃないです。僕じゃないってどういうことですか。じゃあマイケルさんが心狭いってこと。まあそうですよ。マイケルの宿は唇が狭いじゃない。言いますね。唇が違う。ここのが、いや、もう器ですね、器。マジっすか、うん、僕はそうは思わなかったですけど。ちょっと待ってくださいよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。いや、僕はそんな接点ないです。あ、接点ない、うん、いや、接点なかったんですか、本当に。そのオスカープロダクションはウェットアイヤー以外に誰がいいんですか。マジか、すげえな。まあ、りょうことさん。りょうこって言った。え、誰。ヨネクダりょうこ。いや、何なんで見えはる。だいぶ狭いな、この人。まあ、あと、だって会ったことないんでしょ。いや、見たことはありますよ。いや、そんな、そこら辺のやつも一緒だわ、そんなこと。見たことあります。見たことあっただけで、何、りょうこさん、うん、うわ、狭。いや、狭いっすかね。いや、なんか、
同じ事務所で涼子さんって言ったらなんか接点ある風にみんなは思うじゃないですか、うん、思いますか。それを考慮して言ってるわけで、いや考慮して、絶対考慮して呼び捨てにしようとしてました、あれやばいやばいやばい危ない、絶対考慮してる。普段はそう呼んでるんですか、あやと涼子って呼んでるんですか。普段はあやさんと涼子さん気持ち悪い、その唇で。唇は関係ないでしょ、だから本当に何度も言いますか。関係ある、その声は唇を通して出てるわけですから。あやさんっていうその言葉はその唇をちょっとかすって出てって言われるわけ。かすって出て、かすって汚い唇をかすって。いや、もう出てますって。やっぱそのあやさんって言うじゃないですか、あやさんって言ってみて、あやさんほら唇かすってる。いや、まあ、かすりますよ、汚い唇をかすって、まあ、確かにかすって、上と下のこのさ汚い上唇と下唇汚いところがかすって出てってる。さ、毎日ちゃんと歯磨きとかしてんすか、ね、謝ってください。本当にすいませんでした。本当ですよ。もしかしたら万が一に見てるかもしれないですからね、はい、あやさんがそう、うん、そしたらどうしようかな、次ちょっとドキドキしますよ、次会った時。でもね、もうね残り20分ですから、ここからここから怒りを、怒りを、ね、日々の怒りをぶつけていこうかなという。最初は誰か、うん、なんか怒りあります、ね、怒り、まあありますね、正直。本当ですか。まあ、僕もだから芸人だからライブに出るんですよ、うん、あの事務所ライブはあのお客さんの投票であの上になったり下になったりそういう勝ち、そういうバトルがあるんですね、うん、だ僕も頑張ってやっぱり上に行かなきゃいけないなと思って、あのお客さんを前6人呼んだんですよ、うん、6人呼んで、うわ、しかも、ベタベタな、まあ、ベタベタですけども、でも6人呼んで、しかもあの招待ですよ、チケットで俺が自腹かぶったんですよ、別にその向こうがお金出したならまだ分かりますけれども、6人を招待して呼んで、しかもその投票のシステムがあの面白かった人は3人にまでまだできるんですよ、なのに俺に入ったのが1票っておかしくないですか。これね、すごい引くんですよ、はい、いろんな芸人さんがそれをネタにしてるんで、ちょっと真新しさがない、うん、なるほど、そうなん、そうきましたか。いや、それだいぶいろんな芸人さんがいますね。5人呼んだけど3票でした、はい、ちゃんちゃんみたいな。ちゃんちゃん、結構エンディングでみんな言いますね。あ、そういう意味でも6人呼んだって時点で、あ、もうそれかなってちょっと、はい、あとまあ別のライブで、あの唇も汚いし、いや唇の汚いの関係ないでしょ、うん、別のライブであの1点から10点までまずあのつけてくださいっていうのにマイナス3点とかするやつもいいでしょ、おかしくないですか、そんなの、うん、まあ、この1点から3点なのにマイナス3点、まあ、1点からそれ何回も言うそこを受けるマイナスはマイナスはねえだろっていうのを、うん、なるほど、怒りか。あともう LINE で既読になったのになかなか返してこない人がいるじゃないですか。それストーカーの意見ですから。いや、ストーカーじゃないですよ、僕は。いや、見た上で返す必要がないなって思ったわけです、女子は。女子は、なんで女子って分かったんですか。いや、女子しかいないです。男かもしれないじゃないですか、だって。いや、もう見た上で返す必要、もう既読になってでも返したくないっていうのが、もう既読って分かられてももういいやと。だからもう完全に切られたってことですよ。逆に考えてくださいよ、向こうに占めて俺が既読ってなったの分かるってことを考えたら逆に返さないと怖くないですかって。いや、もうそれを踏まえてもういいやってことなっちゃう。既読で終わって読んだことが分かられたけどもういいやになったのがもうそれですよ。はあ、そっちゃうな、うん、もうよっぽどの、よっぽどの切る覚悟です、うん、まあちょっとそれをもう一回じゃあ、普通ならそのポッポポッつって上に出てきた文章で読まないで切りますけど、既読にして返ってこないってことはもうよっぽどいいってことですよ。まあ、うん、もう一回ちょっとじゃあ聞いてみますか、本当によっぽどいいのかみたいなことをもう一回最後もう一回聞いても大丈夫ですか。いや、多分返ってこないんじゃないですか。まだその浅い段階だったらもうそっから返事来て、返事したけどもう返さないでおこうって思って、そのピッピッピでこの上野でそこで終わりますから、そこから終われば、あ、まだ見てなかったようで終わるから、
まだそこはまだ浅い段階ですけど、既読で終わるってことはもうよっぽどもう、あ、もういいや、切ろうって思われたってことですね。それちなみにその人はどんな女の人なんですか？まあ、あやさんよりはちょっと下かなぐらいの。なんだお前！まあ、どの唇が言ってるの？いや、どの唇じゃないですよ。声出すのは口ですから。どの唇を、うおうさおうさせて言ってるの？うおうさおうはしてないですよ。うおうさおうしてるでしょ。喋、うん、ってんだから。喋ってはいますけど、うおうさおうはしてないですよ。唇がうおうさおうしてるでしょ。もう本当に何、あやさんよりは。でもそれ結構可愛いと思います。あやさんよりはちょい下くらいだったら可愛い、まあ、ちょい、あやさんとか言うなし。じゃあ、あやずっとあやでいいでしょ。何あやさん、腹立たしい唇だわ。唇はだから関係ないじゃないですか。関係あるし、全部その唇が右往左往したせいで聞こえてきてんだから、うん、まあ確かにそうなんですよ。聞こえ、よく見たらなんか耳たぶも汚ねえ。いや耳たぶ、普通こういうとこでぷよぷよしてて何たぶだよそれ。いや耳たぶですよ、バスタブじゃないですよこんなの。何それ、それ何、持ちネタですか？いや、タブレットじゃないですよ、だから。それなに、持ちネタ？持ちネタです、もちろん。鉄板、鉄板ですよ。それをネタにしたらいいんじゃないですか？あ、耳タブじゃないですよ。うん。バスタブです。なんか、それを。タブレットいいんじゃないですか？タブレット。あ、耳タブからのタブレットみたいな意味。よかった。タブレットですよね。いや、それタブレットじゃないでしょ。え、これタブレットじゃないですか？タブレットは、え？こっちもタブレットじゃないですか？それ、今？この時代に？こっちですか、やっぱタブレット。いや、今この時代でタブレットって言われたらそっちじゃないですか？そっちになっちゃいますか、うん、ちょっと時代が…え、合ってるの？こっちなの？私がおかしい。いや、こっちもタブレットだと思うんですけど、こっちもタブレット。あ、みんなそっちを思い…何？みんなこっちを思うってこと？いや、合ってる合ってる。どっちが合ってる？どっちが多いかってことですね。どっちが合ってるんですか？え、どっちも合ってます、うん、いや、俺はもうこっちをタブレットっていうのがもう分からなかった。何言ってんのかな、こいつ。いや、言いますよ、言いますよ。何この耳タブ言ってる。いや、タブだな、タブレットですだから。何タブだよと。だバスタブですよ。何タブって言ったらバスタブしかないじゃないですか。だってバスタブでしょ、何。あ、バスタブじゃねえや。バスタブね。バスタブね。俺はごめんなさい、俺は何だと思ったんですか。あの、バスタブニューヨークっていうおさわりがあって。知らないっすよ、それ。これは勝手に僕が勘違いしてるから。まあ、そっかそっか、本当はバスタブなんだ。本当はバスタブなんだ。それはごめんなさい、バスタブから来てたバスパブニューヨーク。そうだ、バスパブニューヨーク、だからそっちが本当だって勝手に勘違いしてたパターンの過ちですね。バスタブね。バスタブです、バスタブ。行ったことないですよ、バスパブニューヨーク。どえ、まだバスパブニューヨークもうないわ。あ、もうないですね。すすきのから来たやつ。すすきの、あ、そうだったんですか。すすきのからの流れで来たやつ、バスパブニューヨーク、うん、知らないですか。いや、知らないですよ。だってもうないんですよね。ないけど、うん、まあ、ない。そのすすきのから来た系のおさわりはもうなくなっちゃいましたよ、その汚い唇のせいで。いや、俺のせいじゃないですよ。唇革命、唇革命ってなんか歌に出てきそうじゃないですか。出てくるわけねえだろ。誰、どこの愛子がそんな題名の曲を歌うんですか。それでは聴いてください、唇革命。いや、一緒に言わなくていい。汚ね、耳タブ。いや、耳タブは関係ないでしょ、本当に。何タブなんですか、それ。顔のタブですよ。あ、顔のタブですよ、本当に。うん、いや、それも耳タブからいろいろ出るじゃないですか。はい、出ます。あ、それをもう一発ギャグにしたらいいじゃないですか。耳タブ？何タブ？顔のタブとか。あ、いいじゃないですか。それちょっとやってみ。顔のパブ以外で。顔のパブ以外で。はい、じゃあ、あの、8秒時間をください。いや、もじゃもじゃ。唇動かしすぎだから汚い、本当に。唇動か。
いや、だから8秒ください。8秒唇動かさなくたって考えれるでしょ別に。なんで唇動かすんで、これがないとダメなんですよ、落ち着かない。いやいや、なんでそれ普通に考えればいいじゃん。なんで唇動かすんだよ。いや、だから動いてます。いや、動いてるよ完全に。いや、なんで唇動かすんだよ、汚いな本当に。はい、唇動かさないで普通に考えればいい。で唇、いや、パブ、顔のパブ完全に言ってたでしょ今。いや、もう8秒以上経ってるし。いや、もうできてますよ。あ、できてます。じゃあちょっと引きのカメラ、あ、もうこれでちょっと、はいはい、耳タブギャグ、はい、じゃあ一応言ってください。だから何タブだよ。そんな、そうね、汚い唇して、汚い耳タブして、そ、もう何タブですかそれ。だから耳タブじゃねえよ、パブリックビューイング代々木体育館。おお、なるほど、パブリックビューイング、ね、それ知らないですけど。あの、なんかサッカーの試合とかはみんなで見るじゃないですか、あの違う会場で。ちょっとこれ違うな、もうちょっと納得いかないんだよ。そんなん言ったって、でも何でもないですよ、ね、キャラ的に滑ってもね、全然許されるキャラしてます。なんか滑ってないですよ。もうそれがまた逆に面白い。そんなん言ったって、でもそんだけさ、汚い耳タブで言われても何タブですかそれ。だから耳タブじゃないですよ、パブ。だからタブだから、はい、タブですね。タブ始まりじゃないですか。あ、タブなんですね。耳タブ言ってるから、はい、なんでタブから始まろうとするの。いや、しかも何個か考えたって言ったじゃないですか。パブじゃなくタブなんですね。いや、どっちいいですけど、何個考えてるんですよね。何個か、で、一回、はい、分かりました。シンキングタイム。シンキングタイム、はい、はい、よかった。一回シンキングタイム。 CM ちゃん。フランスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。最近飲みますね、酔いますね、相当酔います。僕二日酔いになりにくいタイプなんですけど。なるほど、いただきます。飲みやすいですねこれは。これでもたまたまじゃないですか。ちょっとこれ数字で見ると結構引きますね。いや、でも本当すごいですこれ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。CM 明けで、うわっ、はい、CM 明けで、な、耳タブ汚っこれ。耳タブじゃない、何タブですかそれ。タブ、耳タブじゃないでしょ、タブリ。あ、ちょっとおい。ちょっと待ってください。え、何、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ちょっと本当にちょっと待ってください、本当にちょっと待ってください。だいぶ待っ、みんな CM で待ったわ。なんだ、いや、そんな思い出さなきゃいけないぐらいのことないでしょ。なんだ、何があったの。何があったの、何これ、こっちのセリフだわ。ちょっと待って、なんだこの人、本当に。パブリックビューイングって何、うん、まあ、知らないけども、はい、何があったんだじゃないの。何があった、本当に何があったんですか。いやいや、何言ってんすか、自分が。
唇に2つ上下に噛み合わせて、上下に噛み合わせてないの、ね、何唇なんですかそれ。だからこれ、これは唇ですよ。でもドンマイじゃないですよ、今のはちょっと違うんですよ。いやいや、もう 今いっぱいいっぱいなんで、本当にほら、森ビル言われちゃいましたよ。いや、だったらキルビルとか言って、ここあの肩でビシッとやったから。あ、よかったね。何を、この視聴者の声を聞いてるんですか、それ。その聞いてますよ、聞いてます。そのミニタブ、汚っ。その耳タブ、それ何タブなんですか。だから耳タブじゃないでしょ、タブという名のみたいな感じですよ。おいおいおい、おい、2回来ましたね。やべ、なんだ、タブ、タブじゃなくてもいいですか。タブじゃなきゃダメですよ。タブじゃなくてもいいですか。タブ、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 何この人。あ、来た、来た、今度こそ来た、はい、来たんですか、はい、来たというその耳タブはもう何タブなんですか。だからここ何タブじゃないですよ、安西先生。タブ、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 誰か。タブ、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 タブ。あ、そこで終わり。そうです。いや、名言言わない、はい、いや、メイクス、あ、名言、バスケ、あ、バスケはタップってやってるってことは何、その赤、ああ、いや、赤石、いや、桜木、あ、桜木の立場ってこと。立場ですね、多分分かりにくい、その顔で、その顔で桜木、その唇で、いや、唇じゃん、何ビルなんですか、じゃあ。だからこれはビル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 、キルビル、プシッ、タランティーノ監督。タランティーノ監督そんな格好しないでしょ、絶対。これあの来日した時 のキルビ、あの刀持ってやるキルビル。ああ、そうなんですか。あ、なるほど。あ、じゃあ、いや、ほら今一番良かったんだ。あ、そう、今一番良かったかもしれない、うん、あと何よ、すげえ良かったかもしれない。怖いしな、すごいな、これ。そこでもう一個かぶせたらカイトも笑ってた。もう一個かぶせるぐらいのその唇は何ビルなんですか、それは。だからビルマの建てごとのビルだよ、ポンポン、青島、日本に帰ろう。それ誰のセリフだ。あの、中井貴一さんが出てたビルマの建てごとっていう映画がありまして、これね、ビルマの建てごとって本読んだことあります。あ、ありますよね、あの、はい、戦争のあれです、ね、戦争のあれ、悲しい話なんですよ。あ、そうなの。そういうセリフが出てくるんですか。そう、出るんです。おー、なるほど。あ、今の良かったんですか。これ、良かったみたいですね。あ、良かった。これじゃあ、ライブで使ってきましょう。ぜひ使いたいと思います。あ、3個ぐらい被せた方がいいみたいですね、やっぱり。そうなんですね、うん、じゃあまた、はい、これはね、なんかだいぶ皆さん、伊藤さん気に入ってますから。なんかほら、伊藤さん、あの、一応告知なんですけど、うん、僕ブログをやってまして、あの、ドンマイ伊藤の、あの、折れない心っていう、あ、もう終わっちゃいますから、これで検索してもらえれば、ぜひあの皆さんコメントお待ちしてますので、折れない心で検索してください。すいません、本当に、ね、また来週も伊藤さんが出てくれるかもね。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだため この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。